はい、皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。ということでちょっとマイネイルやっていきたいと思います。はい、もうすでにですね、もうこれで終わりでいいやんって思うかもしれないんですけど、思わんかもう途中までやっちゃってます。はい、どこまでやってるかっていうと、まあ、まず、まあ、ベースは塗ってますね。はい、ベースジェル塗りました。っていうか私はピールオフベースなんですけど、もう自分のネイルするときはピールオフベースなんですが、ピールオフベース、オフが楽、もうめくってオフできるベースです。ただやっぱりこれ個人差がありますので、めくれる分まあ浮いちゃう人は浮いちゃいます。まあ私多分早く浮く方なんですけど、でも別に早く浮いてもいいからピールオフベース、もうオフめんどくさいんででもちろんね、しっかりと持たせたい場合はベースジェルです。まあ自分でいるの場合はね、お客様とかね、誰かにしてあげる場合はまあベースなんですけど、はい、これ塗ってます。もうすでにね、ベースは塗ってます。そして色、あ、やだ、なんかほこりついちゃった。はい、色はこのジェリーグリーンです。ジェリーグリーン205番ジェリーグリーン、まあ見ての通りクリアカラーですね。クリアグリーンになっております。これを2度塗りしてます。はい、そしてミラーパウダージェルをもうすでに塗っておりますもうどこまでやっとんねんって感じですけど、もうあとはアートだけアートだけすればいいかなっていうところまでやっております。はい、ここまでいってます。ミラーパウダージェルは私は1分入れてます。もうグレーさん今販売してないですけれども、ハイパワーのハイブリッドライトですね、 UV LED 両方照射のハイパワーライト1分入れてます。そしてこれを今からこすりたいと思います。ビビットオーロラパウダーの1番です。ビビットオーロラパウダーは1番と2番2色あるんですけどね、はい、1番を塗っていきたいと思います。はい、いきます。あ、かわいい。かわいい。グリーンにピンクの光が入りますね。あ、かわいい。そしてグリーンがちょっと濃くなりますな。もうなんかこれだけでいいんですけど、ちょっと私これ重ねたいんですよ。何を重ねるのか。まあ今なんかビームネイルって流行ってるじゃないですか。まあ流行ってるのかな、わかんないけど見るんですよね。これだけでも全然ビームネイルって言えると思うんですけど、ちょっとねこちらグレーさんの新商品、ちょっと前にも動画でご紹介してると思うんですが、なんだっけ、オーロラペースト、これをね重ねたいと思います。このねビビットオーロラパウダーってまあクリア感があるんですけど、まあビビットっていうぐらいなので、クリア感があるんだけどちょっと発色がいいんですよね。はい、なんですけどこのオーロラペーストはめちゃくちゃクリア感があるんですよ。クリア感があるけど、これはブルーに光るんですね。ブルーなんで。これ4番なんですよ。あ、これ手が自分で書いてますけど、4番って。9色あるんですけどね。4番。ブルーに光るやつやりたいと思います。はい。じゃあ、この上にミラーパウダージェルを塗ります。
もうちょっとねミラーパウダージェルがだいぶ少なくなってるのでなかなか出てこない。グリーンに、このジェリーグリーンに、オーロラペーストね、こっちね、オーロラペーストを重ねたやつ、重ねただけのやつだとこんな感じであるんですよ。これどっかのライブでやったんですよ。どこのライブでやったか忘れたんですけど、結構透け感があるんですよね。で、このビビットオーロラパウダーを間に挟むことで、この透け感がまあ若干和らぐんですよね。まあそれでも透けてますよ、もちろんね。そう。なので透け感を残しつつっていう場合だったら別に間入れなくてもいいし、あれどこまで塗ったっけ、ここだよね。でまあこれを、まあ、パウダーというかミラーを2個重ねることによって光り方が2種類出てくるわけですよ。今これちょっとピンクに光ってるじゃないですか。今からこのオーロラペースト塗ると今度これはブルーに光るんですよね。なのでちょっと結構不思議な感じになるかなと思いましてねちょっと2色を重ねようかなと。ごめんちょっとね、ごめんってちょっと私の爪の長さバラバラだし、ねごめんなさい、私の爪がちょっと結構ガタガタなんですけど、はい、でこれ1分入れます。はい、30秒、まあ45秒、30秒だったらまだちょっと早いんですよ。早いと完全硬化してないので若干ですよ、若干ベタつきが残ってしまうので、このミラーパウダーこすってもベタつきが残ってしまうと、この粉の状態でそのまんま貼り付いてしまうので、粉っぽさが出ちゃうんですよね。なので、しっかりと完全硬化させていただくことで、ペカッとしますんで、45秒以上かな。私は30秒2回入れるんです。で、1分ですね。入れております。はい。で、このオーロラペースト、今から塗っていくんですけど、これね、もしこういうアイシャドウチップっていうんですかね、があればもちろんそれ使っていただいて、私はですね、このメイクスポンジ、100均のメイクスポンジですね。はい。これを使います。これでこすります。チョキーン。ちょっとまあこれじゃあでかいので、ちょっと切りましょう。チョキーン。で、ピンセットで挟んで、やるんですけど、これねオーロラペースト、もうなんかもうグロスみたいなんですよね。間違えてグロスのように塗らないでくださいねでこれミラーパウダージェル1分塗り固めました。でここにこすります。こするっていうかまあ塗ります。ペースト状なんですよ。はい。でまあ10秒から15秒ぐらい、10秒は早いか、15秒ぐらい軽くだけ半乾きぐらいにしていただいて、ね、乾かしすぎるとカピカピになるので、今度ミラーのように擦れなくなります。もうこれがこのまま固まっちゃってザリ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 ってなるので、乾かしすぎは要注意。で、軽く擦ります。あ、なんかベースのピンクとブルーが混ざってなんか紫っぽく光ってんね。でこれねオーロラペースト一度塗りだとちょっと薄いんですよね。薄かったりあとムラになってたりするんですよ。まあ、この場合もベースにミラーが一回入ってるからねそんなに分かんないかもしれないんですけど、結構ね粉っぽく残っちゃったりするんですよね。なのでこれ一回乾かしまして、しっかり乾かしてこの状態で、でこのまんま二度塗りします。ミラーパウダージェルを重ねる必要はなくって、このまんま軽くです。
今1回目塗りましたよね。それをこれでゴシゴシしちゃうと1回目塗ったやつが剥げるんで、剥げるというかこそぎ取っちゃうんで、ふわっとこれでもう1回塗ります。ね、でこれもさっきと同じように10秒から15秒ぐらいちょっと半乾きにしまして、でふわっと撫でます。これもゴシゴシこすると言ったみたいに1回目塗ったやつが剥げちゃうんでね。軽く撫でる。感じでいくと、ちょっと不思議な色合いになりません？どうですか？ブルーなのかピンクなのかみたいな感じ。で、これを重ねていこうかな。でこれをオーロラペースト先にしてもいいんですけど、結構こっちがさっき言ったみたいにこっちは結構クリア感があるんですよ。でこっちがやっぱり若干ビビッドなんで、少し下の色というか下のアートを若干まあカバーしてしまうので、まあ上に持ってくるのはクリア感が強い方がいいかなと思って、先にビビッドオーロラパウダーの上に、オーロラペーストにしましたけど、もちろん逆パターンでも可愛いと思います。なんならこれ全面に塗らなくてもちょっと部分的に塗ってもいいかもしれないですね。角度によってピンクに光ったり、ちょっとこの紫に光ったり。で2度塗り、乾かして2度塗り、軽くふわっと塗ります。で10秒から15秒ぐらいちょっと半乾きにしまして、で軽く撫でる。これをちょっと部分的にしよう。ちょっとここちょっと部分的に、そうするとどうかな、どうだろう、どうかしら。私の爪がデコボコしてるね。これはじゃあ薬指そのまま残そう。で小指は全体に塗ろうっていう感じで、どうだろうか。乾かして2度塗り、1度塗りでもいいんだけどね。
よし、この感じ、ウェイ。で、あのグレーさんの公式サイトの方でこのミラーの上に、まあ、直接そのままトップコーティング塗ってもらってもいいんですけど、ミラーパウダージェル、ミラーパウダーをミラーパウダージェルで挟んでいただくと、まあ持ちがいいというかね、トップコーティング剥げちゃうことってよくあるじゃないですか。ミラーの上、ミラーの上のトップコーティングだけ剥げるっていうことが起こりやすいんですけど、まあ、ミラーパウダージェルを上に重ねていただくことで剥げにくくなる。絶対剥げないっていうことではないと思うんですけど、ちょっと上のコーティングもミラーパウダージェルで塗ってあげるといいらしいです。なのでちょっとミラーパウダージェルを塗ります。薬指は塗ってないから小指、はい、じゃあ固めます。どうだろうどうだろうって今更ね。でトップコーティングは本当はスカルプチュアジェルがおすすめです。本当はね、スカルプチュアジェルがおすすめ。しっかり厚み出せるし、フォルム作れるし、硬さがあるので、特にミラーパウダーとかね、ミラーアートとか、例えば転写フィルムを全面に貼り付けましたとかね、インクアート全面にしましたとか、水彩アートとかね全面にした場合はスカルプの方がいいです。スカルプかスーパーハードがいいです。ガチッとコーティングしてあげた方がミラーパウダーからの上のトップが剥げるっていうことが起きにくい。薄くコーティングしたら意味ないんですけどね、しっかりとコーティングしてあげるとね。そう、ただ私はちょっと自分の爪はクリアジェルでやりますね。なぜかっていうとスカルプチュアジェルはちょっとお客さんに使っているので減らしたくないので、はい、自分の爪にはクリアジェルを塗りたいと思います。うわ、見てここピロって、やだしっかりエッジまで塗っていただいて、でミラーアートを全面にした時はこのエッジっていうのはもう結構しっかり塗ってほしい。爪裏まで塗れるんであれば爪裏にまでしっかりと、もう爪先を包み込むぐらいの感じで塗ってもらう方がいいです。でしっかりと厚みを出して、ちょっと親指は親指で一旦固めますね。親指って角度が違うので5本全部塗っちゃってバッて入れると親指が横向いてるんでちょっと流れちゃうんですよね。まあ、ハンディライトとかで一旦別で1本、親指と4本とはちょっと別で、でまあ10秒ぐらいの仮硬化をしまして、他の爪を塗っていきます。
クリアジェルがもうなくなってきている。でこれだけじゃ薄いのでちょっとね塗布量を足していきます。ドボンドボン。爪裏もしっかり塗ります。ごめんなさいね、無言でねちょっと皮膚についちゃった。でもう一回ひっくり返して、ちょっと形、フォルムは整えて、ちょっとね、ひっくり返してるだけでまあまあそれなりの形になったりするんでね、あんまりちょこちょこ触りすぎないのがいいかな。はい、固めます。で、まあクリアとかね、スカルプチュアジェルは未硬化ジェルが出るんで拭き取っていただいたらいいんですけど、せっかくなのでダイヤモンドトップ塗ろうかなと思います。ダイヤモンドトップ、これめっちゃおすすめなんですよ。すんごいうるつやなんで、すんごいうるつや、めちゃくちゃおすすめです。ノンワイプトップです。で、一応ダイヤモンドトップはセミハードなんですよね。セミハードではあるんですが、厚み出しはできませんので、厚みを出したい場合はもう先にスカルプチュアジェルとか、もうスーパーハードジェルで厚みフォルムを作ってから最後このダイヤモンドトップで塗ってくださいね。で、まあテクスチャーも柔らかめなんでね、厚み出そうと思ってもちょっと物理的に無理かと思いますので、うん、はい、さらっと一層ちょっと親指だけカリッぼかして、
よし、固めます。これで終了。どうかな。まあこれだけでももしかしたら良かったかもしれないけど、これも可愛いんだよな。チップで見たらそれ可愛いんだよ。なのでだけどやっぱフリーエッジがあるとまだちょっと変わってくるんで、クリアで長さ出ししたりとかしたらね、めっちゃ可愛いと思うんですよね。こういう感じでね、オーロラペーストだけでもいいし、このパウダーだけでもいいし、こんな感じ。お、可愛くない。はい、ということでマイネイルやっていきました。ありがとうございました。終了します。ありがとうございました。